分もやっぱりそのアジテートされて本気になるんですよ、どうしても。あいつには勝つとか、あいつには負けみたいな風になっていくんで、そういうなんかこう B に対して自分 の、 あの生活であるとか人生であるとか、大きく言えばこういうものをこう捧げる覚悟ができるチャンスだと思います。杉浦啓太様を、ウクライナにご招待申し上げます。最初はすごい浮き足立ってたんですけど、うまくなったら向こう の、 そのウクライナでやることによって、そのウクライナにもその僕が行ったことの余波っていうのをある程度は出していきたいと思っているので、向こうで作品を作ったり、またはあのこっちで撮影をしていかずに向こうで撮影をして向こうで作品を作ったり、ウクライナの方から見れば僕の背後にやっぱり日本という国家があると思うんです。国の姿勢というか雰囲気というか何ていうか、ある程度はあのジャポニスム、新しいジャポニスムを、まあ、求められると思うんですけれども、なんか そこに迎合したいような気もする反面、あのペラペラな自分をあえて持っていってみたいと思います。そのジャポニスムをうまく援用しつつも、そこから限りなく離れたところへ自分が持っていて、そこでプレゼンテーションするという非常に難しいんですけど、まあ、戦略としてはそういうふうに考えています。 B に対して自分の生活というかいろんなものを差し出して、それを最優先事項にする覚悟があるかどうかを見極める場だと思います。